さあ、それでは今日のゲームハイライトで振り返りましょう。Tリーグレギュラーシーズン最終戦、トップ名古屋対日本生命レッドエルフの試合。まず最初のダブルスは、名古屋は今シーズン初めての組み合わせ、安藤と野村のペアでした。はい、とてもテンポのいい攻撃でね、前半から攻めに行けたんですが、1セット目が取れなかったのがやはり痛いですね。結局第1ゲームを取った日本生命レッドエルフ、チャンチェンチェン、ジャンホイペアが2対0で勝利を収めました。そして第2マッチはトップ名古屋ソヒョンウォン、そして日本生命レッドエルフ森さくらでした。はい、ソフォンヨンの素晴らしい攻撃が光りました。気合十分なプレーがね、本当に見どころたくさんあったと思います。今シーズン何度もこの名古屋のファンサポーターを沸かせてくれたソフォンヨン、トップ名古屋の顔ですね。はい、一方の森はいかがだったでしょうか。そうですね、ところどころでいいパワーボール、エースボールも出せてたんですが、最後フォア側から少しねストレートに持っていけるボールがもう少し出せていたらというところだったと思います。この第2マッチは名古屋のソヒョンが取りまして、これでマッチカウント1対1となりました。このやはり攻撃的なところが ね魅力ですね。これでイーブンに戻しまして、第3マッチはトップ名古屋はチェンイーチンと日本生命はジャンホイという、このかつてのチームメイト同士の対戦でした。はい、序盤からジャンホイ選手の戦術が本当に光ってましたね。サービスの組み立ても素晴らしかったです。チェンイーチン選手も食い下がったんですが、最後までジャンホイ選手が上手でしたね。はい、今日は本当にジャンホイのその充実してるな、みなぎってるなという感じがしましたね。本当に感じました。こんなに強いジャンホイ選手見たのは、見れて嬉しかったです。チェンイーチンも徐々にこうペースを取り戻していったんですけども、はい、ちょっと首をかしげる場面が多かったですね。結局3対1で、破りましたジャンホイです。そして第4マッチはトップ名古屋ハンインと日本生命前田美優という対戦でした。はい、やはりハンのこう巧み、試合巧者が光りましたよね。そうですね、いいところで相手に打たせるボールですね、誘い球を出して次をしっかりカットで変化つけて返すっていうのが要所要所で見られましたね。はい、なかなか前田は流れを持ってこれませんでした、この第4マッチでした。はい、この時より、ね、力のある技プレーもあったんですけども、そうですね、まさかこのプレーからの、ね、ビクトリーマッチに、なるとはということでした。でしたね、やっぱり前田選手の精神力が本当に光った、1ゲームでしたね。この第4マッチは3対0ストレートで前田美優が落としたんですが、このビクトリーマッチ、同じカードで行われたビクトリーマッチはもう最初から前田がアクセル全開でしたね。全開でしたね、最後まで止まらなかったですね。ハン選手もしっかり戦術を立てて相手に誘っているんですが、もうそれをしっかりとも変化を見て対応してきました。ハンのこのいなして形勢をひっくり返そうというのを全くこの寄せつけなかったという前田、最終的にこのハンにリベンジ、ビクトリーマッチを制しまして、今日のゲーム勝利を飾りました。